積み込み完了。パンパンやないかい、荷物多すぎ。帰ってきたぞユーザーはエンゼル不動産到着。レッツゴー。こんにちは。じゃあ、私の方で手続き説明させていただきます。はい。今日ちょっと同席させてもらいます。はい。よろしくお願いします。もう、以前もお借りいただいているので、お分かりかと思いますけれども。はい、あとじゃあ最後ですね、鍵の引き渡し証ということで、今回の鍵について確認できればと思います。ルームキーがこちらですね。スキーロッカーキーがこの小さいもの。はい。で、オートロックカードキーがこれになります。大浴場キーも2枚入れさせてもらってます。お風呂は違うキーなんだ。はい、でガチャンって差し込める場所があるので、ちょっとコツがいるんですけど。いるんかい。何回か試してもらって、もうめっちゃ風呂入りたいのに入れない可能性も。これでお渡しする鍵以上になります。はい。あとじゃあ最後何度もお借りいただいているということがあるので、ちょっと少ないんですけどリッター特典だけ付けさせてもらって。やったー、ありがとうございます。じゃあそうしましたら、これで以上になります。はい、はい、じゃあ今シーズンもよろしくお願いいたします。母ちゃん、はい、キーゲット。キーゲット、今年のマンションのキーゲットしました。それでは早速引っ越しだ。イエイ。天然パーマ。お待たせいたしました。今シーズンのお部屋こちらになります。それでは早速オープンザドアいきます。一番最初に入る人。はい、はい、どうぞ。ゲットイン。あ、玄関広いね。さあ見てください、家具が設置してあります。お、本当だ。おほー、やっぱり綺麗な部屋だね。綺麗綺麗。あ、ホットカーペットある。さあこちらがこの冬僕たちが生活するお部屋になります。1BK のお部屋ですね。広さは45平米ということで、先シーズン借りた時のお部屋と、まあ、広さはほぼ一緒ぐらいです。4人家族で住むにはちょっと手狭かもしれないんだけど、まあ、僕らはね3ヶ月の短期限定なので、まあ、このぐらいの広さがあれば十分なんじゃないかなと思います。特徴をご紹介します。なんと皆さん見てください、リフォームしたてのお部屋で、リフォーム後初の入居者が我が家天然パーマファミリーということで、でですね、さらに今回エンゼル不動産さんのご厚意で新品の家具家電も用意していただきました。一つずつ紹介します。まず TV ラック、おしゃれな TV ラックにテレビ、見たことないメーカーのテレビですけどもはい、それからこちらソファーですね。ソファーがあるだけで快適に過ごせるようになります。4人座れるね、これね。4人座れるね。寝れちゃうね。スツール付きですね。はい。そしてここには、まあ、このお部屋ってベストは2人向けの広さなので、ちょっとね食事が取れたりするテーブルつけてくれました。さらにキャビネット、そして新品の電子レンジ、そして冷蔵庫、こちらも新品冷蔵庫となっております。リフォームしたということで最新の IH の電気調理器、さらにホットカーペットね、プラスゴーストバスターズ掃除機もついています。もうこの一式でひとまず暮らすための家電はほとんどついています。もう1個ありました。さらにこれですよ、妻。はい、全自動洗濯機もニュー。やったー、ニュー。これがねないと結構不便なんだよね。このねリゾートマンションで生活するにおいて、マンションによっては洗濯機置き場がないマンションが実は多いんだよね。そうそうそう。その中でここのマンションはやっぱり洗濯機置き場がついてるっていうのが一つ、非常に大きなメリットな上に新品の洗濯機をつけてくださいましたということで、エンゼル不動産さんありがとうございます。でですね、実はもう一個、ここに、物足りないよね、この空間ね。ここに、何やってるんですか。こたつ、今ね、ちょっとまだ間に合わなくて届いてないんですが、こたつもね、ご用意いただいたので、基本的には暖房するための器具、生活するための家具家電っていうのは、エンジェルさんの方でご用意いただいた家具家電付きのお部屋になります。で、45平米。これだけの装備がついて、なおかつリフォームしたてのね、真新しい新品のお部屋で、家賃が73,000円となっております。ぜひリゾートマンションを検討されている方は一つ参考にいただければなと思います。マンションの名前は、今言うことはできないんですけども、興味ある人は DM してみてください。そしてここでカーテンオープン、ピッチリ、あ、そっちやって、窓が広い。はい、見てください、今回の景色。いわばスキー場の目の前だぜ。もうここから歩いて3分ですかね、ボトムのリフト乗り場まで行けちゃいます。1回雪降ったんだけど全部溶けちゃいましたね。これ本シーズンに入ったら真っ白なゲレンデを毎日見ながら生活できると思います。楽しみ。そしてもう一つ、この部屋角部屋なので、こちらにも窓がついています。どうしても暗くなりがちな雪国の生活ですけど、まあ、窓が2つあることで採光も良くて、部屋の中明るくして暮らせるので、すごく明るいお部屋。どうですか妻、新築に引っ越した気分。なんか新鮮だね。いいね。今までね、借りたところは中古感がすごくあったんだけど、うん、今回なんか新しいマンション買っちゃったみたいな、うん、ちょっと新婚さん気分で戻れるかな、頃のように。それから新品の匂いがね、部屋自体がするのですごく気分がいいです。以上、この冬の我が家のルームツアーでした。天然パーマ。それでは早速引っ越し開始。はい。1回目の引っ越し、ほぼ完了しました。部屋のレイアウトの方、奥側にソファーを移動して、テレビもね、位置も移動しまして、キッチンからリビング全体の動線を良くするために、広くレイアウトしました。寝室の方、このようにね、ウェアがかけられるラック、それから、まあ、我が家はね、布団で寝るので、布団が引けるようにね、広く使えるように、一旦整理してみました。そして注意しなくちゃいけないのは、このお部屋は昔のね、オール電化の部屋なので、ベースボードヒーターっていうバブルの遺品と呼ばれている暖房器具ついてるんですけども、これ使うと、大して温まらないのに、べらぼうに電気代だけがかかってしまうので、これは使わないで、今回は、じゃん、ファンヒーターを新たに購入して持ってまいりました。どうかな？これでどのぐらい部屋が暖かくなるか、未知です。あ、もうすでに寒がってますか。寒い。どうですか、大井さん。今回のお部屋。気に入りました？さて、このマンションは、大浴場は、なんと温泉です。温泉付きのマンションですので、まあお風呂が楽しみになるかな。さあ、今までね、これまで2年間借りてたマンションっていうのが、ガスファンヒーター、それから、ガス給湯器のお部屋だったので、今回借りたこのお部屋はオール電化、全部電気になります。なので、この辺の光熱費がね、どのぐらい違うのかっていうのは、実際に暮らしてみて、その費用、どのぐらい差があるのかなっていうのは、後日ね、紹介したいと思いますけども、主に湯沢のリゾートマンションは、オール電化のマンションが多いので、やはり、ここで暮らすことで、リゾマンの、生活コストっていうのがね、結構見えてくるんじゃないかなと思います。交互期待。天然パーマ。続きまして、公民館、マジック12の申請をしたいと思います。マジック12とは、湯沢町の12のスキー場を滑りたい放題できる魔法のようなチケットです。マジック12申請行きましょう。こんにちは。5年生と3年生になります。これが、はい、私か。でお願いします。はい、ありがとうございます。今日お受けしますので、発行17日になりますね。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、今シーズンもよろしくお願いします。お疲れ様です。申請、バッチリ。来たぞー、湯沢小学校。それでは恒例の区域外就学制度、はい、申請。はい。完了。はい。これが届くことで、子供たちは無事に湯沢小学校に転入できます。今年もよろしくお願いしますって言って。よろしくお願いします。イエス。天然パーマ。さあ、こたつが届いてないので、なんだか貧相なテーブルですけども、こちらでご飯を食べたいと思います。この部屋初のディナータイム。母ちゃんありがとう。じゃあみんなで食べましょうかね。最初の夜に乾杯。いただきます。お肉和菓子の肉コーナーすごく充実。豚が多くない？うんあれびっくりするよ。楽しみだね、小鳥。ユーザーの生活、このマンションでの生活ね。雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。雪へと変わりました。ホワイトモーニングでございます。ユーザーマジック。真っ白とまではいかなかったけど、まあまあ降りましたね。Dude, that father is 10 and permed.